こんにちは、札幌占い美容室早昔の後藤です。今回のモデルさん、こちらですね。ダークな、お仕事の関係であまり明るくできないっていうことだったので、ダークグレージュ、自然に見えるですね、ハイトーンじゃなくてもできる、ダークグレージュをちょっとやっていきたいと思います。でまずですね、ブリーチは使うんですけれども、細めの、メッシュをちょっと入れていって、それに、ダークグレージュになるような感じでちょっと作っていきたいと思います。はい、で仕上がりは通常、一般的な、問題ないぐらいに仕上がると思うので、そこから色がね、どんどん抜けていく過程も楽しめると思うので、そういう感じにしていきます。まずじゃあ早速やっていきます。でスピードが大切なので、基本的に僕はこれ100均に売ってるまな板なんですけども、プラスチックまな板です。これを形をこういう風にハサミで切ってですね、これをリパレットっていう名前で使ってるんですけど、もしよかったら真似してみてください。でこれを何に使うかっていうと、これ頭の形の丸さに合わせて作ってます。でこれを、パレットとしてここにメッシュを塗っていくんですけども、基本的に、ホイールバンクっていうか、パネルで撮るのは上の方は本当鉢植えしか撮らないですね。こういうペーパーとかでこう押さえていくの、あとは全部そのままの状態でやっていきます。ちょっと分かんないと思うんで、とりあえずやっていきます。でパレットを使って、テンションかけた状態で塗っていきます。はい、このままですね。で、この状態で分かりますでしょうか。メッシュを取ったらパネルを入れて、でそのままちょっと塗布量は毛先の方を多くするように置いていきます。でスピードがまず、通常のホイリングやるよりも、断然速いですし、あと色のムラもちょっとできづらいんで、ちょっと今喋りながらやってるのでちょっとスピードが遅いですけど、通常はかなり速いスピードでやってます。で毛先の方を多く塗布していきます。でこちらのモデルさんでちょっと怖いところは、黒染めの位置が、ちょっと帯になってて、よく見ないと分かんないけど、ここら辺が帯になってるんですよね。そこがどう発色するかなっていう部分なんで、塗布量をちょっと多くしてですね、脱線していきます。でこの時にこれちょっと裏技なんですけど、これを下に下げることによって、根元の方、要はこれをつけた状態で全部塗っちゃうと根元のところに水玉みたいな感じで跡がついちゃいますよね。でその場合どうしたらいいかっていうと、これをちょっと下げるんですよ。そうすると表面だけ塗れるんですね。そうすると根元からきれいに、きれいなメッシュを入れることができます。すごくきれいにこうグラデーションがかかったメッシュが入ってますので、でバックのセクションは、かなり上までこの状態でやっていきます。特に上の方は気をつけて、パネルをちょっと一回外して、根元側をパネル塗ったら毛先の方に塗布量をたっぷりつけていきます。このような感じですね。本当に根元のところは綺麗に取っていきます。はい、ここはパネルを1回下げて、根元のところだけ塗って、パネルを上げて全体に塗っていきます。でここはもう塗布量を溜めたらそのまま、下ろしていきます。で、トップの方に入ります。トップの方なんですけれども、見えてますでしょうか。
こちら入っていくんですが、はい、この辺からは表面は非常にデリケートですので、こちら使っていきます。この時も同様に、このペーパーを下げてまず根元を濃くした状態でそれから全体に塗っていきます。塗料は毛先に行くほど多くしていきます。はい、次のパネルですね。でここも、まずペーパーを一回外して根元をきれいに塗ったら、そこからペーパーを下ろして塗っていきます。で、表面に入ります。表面は本当にきれいに取っていかないと、良くないので、表面の方も慎重に取っていきましょう。まず根元をきれいにぼかすことがポイントなので、まず、ペーパーを一回下ろして毛束の表面を塗るだけな感じですかね。根元の、ウィービング取った表面だけを塗っていくようなイメージです。そうすることによって、多分裏面は濡れてないと思うんですけど、それぐらいで大丈夫なので、この辺は全部塗っちゃっていいですからね。根元の、本当にウィービング取ったとこは全部濡れてなくてもいいと思います。それがグラデーションになりますので、はい、これでバックセクション終わって、サイドも同様に入っていきます。はい、今、こちら塗布が終わった状態なんですけども、終わりました。で、この状態だと、この状態で皆さん多分終わると思うんですが、根元の量と毛先の量って違いますよね。もちろんそぎが入ってるんで、そぎが入れてないにしても多分生え変わってる毛が絶対あるので、絶対根元の本数の方が多いわけですよ。例えば根元が1束取って根元が100本だとしたら、毛先の方が50本だったり、そぎ入れてることによって、ということは根元からメッシュを入れるっていうことは毛先の方が少ないってことですね。根元の量の方がどうしても多くなってしまう。でそこでじゃあバランスが悪いんじゃないかっていうことで、結構デザインが作れる方はここからグラデーションでボンってこうラインを作って入れてもいいんですが、今回のモデルさんの場合は、お仕事でちょっと困ってしまうってことなので、ここで自然にランダムにですね、グラデーション入れたいと思うんですね。それによって根元の量と毛先の量っていうのが均等になります。で入れ方としては本当にランダムなんですけど、刷毛にブリーチをつけてですね、そのまま縦に入れていきます。このような感じで入れていって、だから下の方はあえてホエイリングしてないっていうのはそういうことなんですね。あえてここはホイールつけてないのはそういうことなんです。これがやりやすいようになんですね。でこういうふうに、縦にですね、ランダムに入れていきます。毛先中心にですね。で入れていくことによって毛先の方がより明るくなって、若干グラデーションの感じになります。でもしデザインを入れたい方だったら、ぱっくりこうね、
ラインのところからパツッと V 字をしてもいいと思いますし、今回の場合はなるべくナチュラルな感じにしていくので、このような感じで縦に、ブリーチを入れてですね、取っていきます。こんな感じですかね。はい、でこれ横にやっちゃうとやっぱりライン出やすいんで、全て縦にやっていきます。はい、こんな感じです。で均等に入ったか確認してっていう感じですね。はい、でこれでブリーチの方は終了で、次はトナーに入っていきます。で今トナーはダークグレージュって、うちのお店で今ダークグレージュが結構多いんですけど、ダークグレージュは、最初は徐々にこう色をね取っていくような感じで、取れていくような感じで、一般のお仕事の方もちょっとできるような感じがダークグレージュです。でこのダークグレージュで使うカラーは、今回はスローを使っていくんですが、スローのブルー、それから、グレーカラーのスローのコンフォートのグレーカラーの A の10ですね、こちらを使ってやっていきます。で配合としてはコンフォートの、グレーカラーの10なんですが、それが、2に対してブルーが1ですね、2対1に、配合がなります。でコンフォートのアッシュは、グレーカラーでなぜ使うのって感じだと思うんですが、結構そのコンフォートのグレーカラーに入っている、ナチュラルの塗料とかナチュラルの染料が非常にベージュっぽいんですよ。それがすごく使えるんですよね。なので結構ブリーチには非常に単品で使ったりすることもありますし、かなりそのグレーの色が使えるんでいいと思います。で根元の方が、若干それで全体パッて塗っていくんですけど、残量に若干、ブルーを追加して、根元の方だけ、ブルーを混ぜたりとか、もしくはすごく暗くしたい方は、3N ですね、N の3、ちょっとブルーブラックっぽい色なんですけど、それを残量に足して根元のところだけ塗ってあげると、根元からより明るく徐々にグラデーションの感じにもなるんで、そういう感じでやっていきます。はい、今、シャンプー台で薬をトナーをつけたんですけど、ブリーチした後にトナーをつけました。で、これからコーミングちょっとしていくんですけども、ちょっとシャンプーをね混ぜて、まあ、カラーにシャンプー剤混ぜて浸透させてます。でトップの方が多分ちょっと明るくなりそうな感じだったんで、ブルーをちょっとやめて、まあ、お仕事の関係もあるんで、グレーの、スローのグレーの A6 を根元に残液に足して、ちょっと根元で塗ろうかなと思ってます。ちょっと湿るかもしれない。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、でこれで根元の方を、クロップして、まあ、バランスを整えていこうかなと思います。
あ、そうだ、たまに、ブリーチ後、ダブルカラーの場合ブリーチ後シャンプーするんですかっていうことを聞かれる場合があるんですけど、それはもうもちろんシャンプーはしますよね。しないとブリーチがついてると色入らないんで、ブリーチ剤は除去します。まあ、除去しても残ってるんですけど、一応なるべくお湯溜めて、シャンプーしてお湯溜めて取っていきます。はい、このような感じでちょっと時間を置いて流していきます。はい、今日撮影がこれで終わりました。今日撮影協力していただいてありがとうございます。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。またこれから、どんどん動画アップしていきたいので、皆さん、シェアなど応援よろしくお願いいたします。早山かし後藤でした。今日はありがとうございました。バイバーイ。どうも。